日刊スポーツ、1万円でいいですか。はい、大丈夫です。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。あれ、東京8位ですね。あ、東京8だ。東京8です。東京8か、今日。うん。競馬のみです。やったー。うわー。どうせルメールだろ。かっこいい。ちょ、こっから、がっつり勝って、はいはいはい、がっつり合流するっていう。よし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 。ただ、そういう動画です。そうですよ。ということで、続いて、はい、東京8レースです。東京8ですね。行きましょう。あ、行きましょう。あー、気合入ってんな。足取りが早いもん。はい、ありがとうございます。よし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 、まあ、まず酒飲まないとね。そういうことですね。あの予想に身が入んないから決めていかないと、うん、ちょっとあの外で酒まず飲もう、うん、ちょっと大自然、ちょ自然が豊かだから。自然が豊かだ。アリンコちゃんが、アリンコもね飲みたかったって言ってた。多分酔っ払っちゃうアリンコちゃんまあね、助けてあげた。そうそうそう、僕を積んであげたから。あ、大事だね。まあ、まずちょっとじゃあ、いいですか。行こう。競馬場の日。はい。うまっ。めちゃんこうまいんだけど。ピクニックやん。いや、ほんとそうよな。この、ね、外の感じでさ、うん、天気もいいし、ね、パドックがそこにあってね、うん、人多いな。いや、すごい。前回大井競馬場で、結構負けたからね、俺は。そうですね。帰りも牛丼しか食わない、牛丼しか食えなかったから、あんな惨めな思いはしたくないと。今日はもう焼肉で。ですよ、うん、で、うん、東京8レース。はい、8レースです。やっぱね、東京はルメールさえ買っとけばいいって言われてるから。そうなの。うん、東京はルメール。知らんわ。うん、東京8レース。はい、東京8レース。はい、すごっ。めっちゃ楽じゃん。記入ミスなくなるかも。これで2000円。何が、私が1000円。よし、まずはビール代を取り返さないと。そうです、うん、まずは行こう行こう行こう。ルメ硬いでしょルメでしょ、やっぱ。オッケー、いいスタート。1もめっちゃいいスタート。よし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 。あ、もう1、2でいいよ。よし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 。よし、ルメール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 いいよ。ルメさん、ルメール来い。ルメール、ルメール、ルメール、させ、ルメール、ルメール残せ、ルメール、一番残れ、一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 残れ、ああ、負け。ああ。切り替えよう。次次、うん、次行こう。お、真剣な眼差しで見てる見てる。東京9ね。パドック見ながら酒を飲む。キングサーガーの方が飲めるな。8番のルメールより。じゃ飲める馬行った方がいいかもしれない。そしたら。だってお酒チャンネルでしょ。そうよ、これ競馬チャンネルじゃないから。そうだから、あの一番飲める馬を買った方がいいんだ。うん、うん、一番酒が進む馬。俺はもうちょっと本命決まったわ。6番キングサーガー、戸崎啓太。やっぱそういう直感って大事やから、うん、ギャンブルの直感それ大事。だってあのさ、やっぱヒップラインが一番進むよね。うん、馬のヒップで飲むな。ビールには餃子が合うとかさ、はい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 、なんだかんだ言ってるけど、うん、馬のヒップが一番合うわ。なわけあるか。強い馬のヒップが一番。一回じゃあ、うん、予想するか。そうしよう、うん、空っぽや。これ次のレース勝って、いやもう勝って、うん、勝たないとちょっとどんどんやっぱ資金なくなってるから。勝って飲まないと、うん、東京9レースです。はい、どんどん。人すごいな。すごいっすね、本当に、ね。まあ、これでも全然空いてろうだけど、うん、買いました。今回は戸崎啓太を信じてみました。56と62。そう、56、62。ちょっとこれで当てて、
真っ黒。トカミ何？68。トカミ68？じゃ6だ。マストで6。とりあえず6。あ、いいな。暴力そこにいた。暴力そこでいい。どこ行ったの？そのまま上がればいい。トサキ来い！トサキ！トサキ来い！トサキ来い！トサキ！トサキ来てる！内からたけし！内からたけし6号！そのまま、そのまま56来い！56、56、56！勝ってるよ。完璧や。勝ってるよ。東京は戸崎なんですよ。ルメールは。ルメール勝ったのに。5番6番。いや、よかった俺。ルメール信じなくてよかった。これが競馬です。はぁ。やっぱ勝者にはね、お金が。入るか?7200円。金色や。黄色です。黄金。よっしゃ、うわっしゃ、やってるやってる。まくりました。いいな。さっきの負けとビール代をまくりました。強っ。あざっす。だからちょっとね、うん、心の余裕もできたということで、はいはい、遊べますねまだ、うん、まあめっちゃお腹空いたから、うん、なんかちょっと食べてさ、うん、お酒飲みながら、うんうん、予想しよう。それです。今日は、うん、焼肉だから。そうよ。勝者のレモンサワー。やっぱね、お酒飲むのが一番気持ちいい。飲んでね、うん、やらないと。払い戻った金で酒飲めるって一番いいね。乾杯。はい、乾杯。アイス。これです。払い戻しレモンサワーがこの世で一番うまい。俺も絶対飲む。あのね、もつ煮込み買ってきた、うん、うまそうじゃね。うわー、うまそうだな。味噌味噌してるわ。やっぱ競馬場グルメって結構もつ煮込み有名ないよね、うんうんうん、これ食べてさ、うん、次も買とうよ。そういうこと。うまっ。やっぱね、うん、競馬場グルメはもつ煮込みです。いい、ね、とろけるわ、もつが。うまっ。いや、なんか幸せよな。幸せだね。お酒飲んで、うん、つまみ食べて、うん、競馬予想して日本ってこんな楽しい娯楽あるんだって思わん？マジで娯楽だね、ね、こればっかりは思う、うん、まあギャンブルだけどさ、うん、行き過ぎた金額を払わなければ、うんうん、そうそう、めっちゃ楽しめるから、マジで娯楽だからこれ、うん、あ、うまい。東京10です。東京10ですね、うん、ラスールのルメール。ラスールルメールですね、うんうん、でもこのラスールっていう、まあ、うん、あのルメールが新しいグランアレグリア が出たっていうぐらいの素質がある馬なんよね。もつ煮うまいな。もつ煮うまいな、うん、いや、てかさ、東京競馬場さ、グルメやばくね。すごいですね。フライドチキン、ココイチ、うん、タナマルうどん、バーガーキングで、2階にも3階にもあるし、ありすぎ。本当に朝一から来て飽きないと。そう、うん、俺らなぜか1店舗でしか今買ってないからね。もったいねえ、うん、うわ、なんか一番なんかお酒チャンネルの撮影で楽しいかもしれない、うん、おーい。ギャンブラーなだけだろそれ。やっぱさ、うん、好きと好きが重なるといいよね。あ、それはそうね、絶対に。そう、うん、競馬と酒。そうなのよ。はい、東京10。こんにちは。ちょっと軽めの2500円。7番が軸で38ですね。ってかもう始まるぜ。7番全然ある。高見何？34。生まれんと4単勝。そのまま3頭でいいよ。すごいね、安倍さんの。そのまま3頭でいい。そのまま3頭で来い。そのまま3頭、そのまま3頭、そのまま3頭、すごいけど、そのまま3頭で来い。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 来てる。よし、そのまま3頭。もう、待て、そのまま3頭で来い。粘れ、そのまま3頭で来い。さすら、後ろくんだ。やばい。ああ、抜かれた。いやあ。何来たの？おお、直線長いって。直線長いって。俺めっちゃ夢見れたじゃん今。直線長いって。もうやばい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 。
やばいな。やばい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 。助けて助けて。やばい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 。怖い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 。どうしよう。一回俺が走った方が早いかもしれない。なわけあるか。酒を入れましょう。入れようか。入れないと。入れよう。ダメだってこれ。もうやばいって。やばいって本当に。どうすんの？どうすんの？競馬むずくないか。競馬むず。勝利のそばを買いました。負けてんのよ負けてんのよ負けてるけど腹減ったやっぱ、ね、食わないと、うん、まあでも俺そんなさっき一応腹物しちゃってるからそこまで言うて負けてないわ。そう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 、うん、まあまだね、うん、次メインレースなんだけどちょっとまだ時間あるから、うん、ハイボールもね、うん、一回乾杯して。そうね、勝とう。マジで勝とう。乾杯。いい。濃いな濃いな。すごいな。勝てそうだわ。これは濃いな。勝てそうなぐらい濃い。俺もうそば。うまそうなそば。ね。やっぱなんかこういうところのそばってうまいじゃん。うん、ああいいじゃん。かき揚げも乗って。天ぷらそば。いやこれはね払い戻しで来たそばだったら一番うまいんだけどね。うまそう。信じられないぐらいうまい。信じられないぐらいうまいわ。いいね、絵になるね。ね。絵になる、絵になる。焼肉食おうね。マジで焼肉ね。うん、食べないと。ちなみに俺は京都のメインレースも勝った。ああ、本当。G2 のレースがあるんだけど、本命は11番人気の馬にしました。マジでギャンブラーすぎん。まあね、ここまで来たら逆転しないと。そういうこと。まくらないと。まくらないと。ギャンブル精神出てるから。うまいな。うまそう。ああうまい。バーキン買ってる。バーガーキン。あるんだね。あるんだね。ワッパー。ファ。ワッパー。うまそうやん。ワッパー。これ東京競馬場で食えるんだね。いやー、次メインレースだからね。うん、アルテミスステークス。これ G3 だから。わかんねえよ。2歳のレース、うん。2歳の馬のレースだね。2歳なんてもう、何にでもなれます。そうよ。うん。俺は今日マジで焼肉食べられたから。そうなんです。マジでだね。しょうもねかけしてもしょうがないんだ。そう、焼肉を食べないといけない。そう、うん、ああうまい。メインレースです。来ましたよ。パチュー、パチパチ。大勝負。はい、大勝負。ルメールに単勝10,000円。やってるやってますね。もうすべてを俺はルメールにやってますね。ちなみに私1番副賞5,000円。そう、頭が4番で、うん、まあ、2着3着のに1番が来てくれれば焼肉みんなハッピー。そう、焼肉いけるか分からんけど、ね、分からんけど、ね、これ結構単勝だいぶ人気だから1.2 とか 1.5 とか7ぐらいだった気がする。じゃあもう始まるよ。おいや、めちゃくちゃいい。え、どこ。うわ、怖え。え、めっちゃ怖いんだけど。めっちゃ後ろいるよ。頼む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 。させ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 、埋めるさせ、伸びろ。よし、させ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 、よし、よっしゃ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 。耐えた。死んだ。無理、もう無理、もう無理。耐えた。もう無理。心臓が。もう無理。心臓が止まる。もう無理俺。心臓が止まる。無理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 。え、何倍？頼む。もう俺競馬の参戦来ない。もう来ない。
耐えた耐えた本当に耐えた。俺使ってはいけないお金を使ったの。ダメでしょ、使っちゃいけないお金使ったら。使っちゃいけないお金を使って、あれちょっとだったら、え、何着だった？4着か。もうやだよ、言ってなかったけど。言ってなかったけど、言ってなかったけど、俺あの京都のメインレースで5700円負けてるの。俺使っちゃいけないお金使ってたの。まあでもよかった、よかった。よし、じゃあちょっと払い増し行くか。まだあるか、まだあるか、まくるわ。で、最後12です、うん、なんだけども、見てこれ、ほら明日天皇賞なんだけどさ、かっこいいなこれ。わ、すごいな、かっこいい。俺こういうの見るの大好き。北三ブラックとか知ってるでしょ。北三ブラック、北三ブラック、北ちゃんだ、北島三郎の、うん、これドロドロの不良ババで出遅れて勝ったのよ。今ウマ娘の主演ですか。あ、そうなんだ、そんなこんなね、うん、俺あのね、京都12買うわ。さっき勝った分を、うん、京都12にじゃあぶっ込む。あ、ぶっ込むんだ。そこでお金を増やして、うん、東京12でぶっ込む。うわー、すごいね。で、うん、ジョジョ園、ジョジョ園行きたいから行こうよ。行きましょうか。行こうよ、ジョジョ園行きましょう。京都12です。京都高い場なんだけど、ビデオでね、単勝ね、4番に6500円、 1.3 倍です。まあ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 、硬いでしょ、モレイラ。4番モレイラ、モレイだよな、モレイラだよな、4じゃない、ブッシュー。すごいね、的中率。ちょ、阿部さん、次のレースのちょっと急がないと、急ごう、急がないと、買わないと、急ごう。当たり、すごいね。さっきね、俺京都12レース買って、はい、まあ 1.3 枚だから多少、うんうん、まあ、最後はもう東京12です、うん、俺3連複にしました。まあ、こんな感じに買って3500円。高見だいぶいったね。9番副賞1万円、これでまくれるんでしょ。はい、いやもうマジで頑張ろう。だ、俺もさ9買ってるから2列目で、うん、1と9来てほしい。頼む。12レースって、うん、負けた人しかやらないレースだから。11レース、ね、そうだよね、うん、スタート出た。4番、めっ、いや4番いいスタートだね。19いい、そのままでいいよ。いいよ、いいよ、頑張れ。戸崎さん頼むよ、最打ち。9、あれある、6、やばい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 って、それはあるあるある。え、6買ってねえわ俺。終わった人いるやん。もうさ、もうね、やめよう、やめようよ、そんなこと。もうやめようよ、マジでやめようよ。もうさ、肩落として歩きたくないって。本当にさ、やめよ、やめようよ。もういいって、もういいって、もうやめよ。プリもう、なんでこんなことすんの。なんなんこれ、誰が生み出したのこれ。お馬さんの競争にお金かけてみようぜって言い出したやつ。そう、誰なん、あれ、やめよう、やめよう。結果的に、はい、わしはぴったし1万円ぐらい負けた、はい、ああ、わしがぴったし2万負け。やめよう、やめよう。やめよう、もうやめよう、ダメだってこれ。ああ、やめよう、よくないよ。あのね、本当にね、競馬って500円とかでいいのよ、うん、そう、行って1000円。そう、なんでさ、ね、1万とかやっちゃうの。そうそうね、あのね、もう増えるもんだと思っちゃいけないの。そうだよ、1レース500円とかで、うん、でもうなんか遊ぶ、そう、500円で遊ぶっていう、うん、見学料、見学料、レースを見るっていう見学料に500円払うだけだから、お馬さんたちを見に行くんだ。そう、お金増えるなんて思っちゃいけない。そうだよ、やめよう、やめようよ。もうさ、やめよう、やめようよ、やめよう。で、で、
どこ行くんですか？牛丼です。牛丼じゃ。また牛丼じゃ。また牛丼。高い牛丼食うぞ。高いな。一番うまいの食おう。動画界でもちょこちょこだったから結局1万円負けないよね。俺は1万円の牛丼食うし、うん、高見は2万円の牛丼食う。そういうことだよ。そういうことですね、うん、もう輝いて見えるわあの店が、歯医者のすき家です。明るいな。明るいな。今日も明るい。この明るい色がね、俺らの負けの心を癒してくれるから、うん、癒さないと。行くか。行こう。行きましょう。はい、私ね、牛丼並みとサラダセットにしました。瓶ビール、敗北飯です。これがいわゆるね、敗北飯です。チーズ牛丼大盛りサラダセット。さっき言ってたよね、もう贅沢しちゃおうって。大盛りだし100円も200円ももう変わんないから、ね、変わんねえから、うん、食べようか。食べよう、うん、やっぱね、勝った時は嬉しい酒、うん、負けた時はもう、なんだろう、もう分かんない。分かんないよ、何も分かんない。ありがとうございます。負けてもまあ、ね、ビールは美味しいよ。美味しいな、うん、スーパードライの瓶ってうまいわ。そうよ。うん、うまい。まあね、うまいわ負けても、うん、経済回してるから。そう、うんうん、そういうこと、うん、マジで誰かの財布を潤った。うんうん、巡り巡る。そういうこと、そういうこと。人のためになることをした。そう、うん、俺らが、うん、負けたことによって、うん、得してる人もいるから。そうよ、マジで、うん、その人が笑顔になった。そう、うん、それでいいのよ。そう、結局クソが。うん、うん、牛丼うまいな。でも、うん、シンプル競馬むずいわ。一回も当たんなかったもん。なんなら前回の多いと合わせて一回しか当たってない。それもそれでだろ。逆にむずい。なんてだろう。うん。2万負けてる人はもうプラスの200円と300円変わらないから。そう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 。うん、そういうこと。うん。5万負けなくてよかったか。そうです。そう。そうです。うん、2万ですんで。2万ですんで。うん。5万負けなくてよかった。そうよ。マジで。うん、危ねえ。あ、実質3万ガチ。あ、勝ったんだ。そう。俺。ただの実質3万ガチだ。すごいやん。競馬ってすごいじゃん。うん。3万勝ったんだ。そう。だって俺も、1万円しか負けてない。あ、4万勝った。4万勝ってんだよ。競馬ってちょろいでしょ。簡単だね。もう、要するにもう、メンタルだ。気持ちの持ちよう。まくらねば。まあね。ああ。まあちょっと次こそは、うん、焼肉食おう。マクロ。マクロ。今日は負けましたけども、はい、楽しかったです。はい、皆さんもぜひ東京競馬場飲みで最後にすき焼きて。飲んでみてください。負けてるよ。はい、かばい、かばい。はあ、切り替えよう。うん、切り替えよう。切り替えましょう。もう美味しかった。美味しかったです。2万円も使った。2万円使った。1万円使いました。はい、切り替えましょう。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。